画面の前の皆様、こんにちは。ベルクラでございます。やっていきましょう。デッドバイデイライト。今回はデススリンガーでプレイしていきます。先日ですね、乃木坂46の弓木奈緒さん、ね、がやってるね、やみつきちゃんっていうね、番組があるんですけど、こちらでね、デッドバイデイライトを教えるという企画に参加してきました。これ DTV の方で、もう、限定のね配信になってしまうんで、そちらで見るしかないんですけども、私、そしてなんとゴージャスさん、そして、乃木坂のね弓木さん、そして吉田彩乃さん、そしてオンラインでねレプチンさんと、このねメンバーでねやってきたと。でデッドバイデイライトを教えましょうっていうね、企画なんですね。やっぱこう最近初心者の方とかね、始めたばっかりの方にねおすすめすることっていうのはね結構多くなってきてるんですけど、先日はねなんとあの大御所三河健一さんとかもね始められたじゃないですか。なんでデッドバイデイライトなんだろうと思いつつも、本当デッドバイデイライトプレイしていただいてありがとうございますと思うんですけどもね、そういう方に教える機会って結構多いんですよね、始めたばっかりの方って。早速見つけちゃったよサバイバーを。あれ消えた。あれ隠れるのがうまいね。これはやる生存者だね。でやっぱ初心に帰ってね、もっともっとこう砕いて教えたらいいのになって、私もね教える側としての経験値がこう徐々にアップしていってるので、非常に貴重なね経験をさせていただいたなという感じではあったんですけども、ゴージャスさんとやっぱ一緒にやっていくっていうのもなんかこう番組をやるっていうのこう久方ぶりだったので、めちゃくちゃ嬉しかったですね。降りる、そこ降りるからのデートハード、しかし殴る。今回は最後のお楽しみもあるので、オブセッション状態のジル、左のね、あのジル以外を殴ればトークン溜まっていって、殴った後の隙がどんどんなくなっていくっていうね、状態でございます。やっぱ最初始めた頃ってさ、何でもかんでも説明しても頭に入ってこないじゃないですか。俺2人もいるぞ。待ちなさい。右に見えてる、これが私のアドオンの効果だ。今回はベリーレアのアドオンで、引っ張られてる間、あら、いけなかったか。引っ張られてる間に近くにいる生存者があえて透けて見えるんですね。デススリンガー2のは信号も短いから、そして観察&虐待というパークでさらに短くなってるから厄介なもんよ。こっち側にもいるじゃないの。からのドン。助けいくかなこれ。半分過ぎた。オッケー、いいぞいいぞ。怒涛の攻めで行ってやる。弓木さんもね、初めてだったんだけど、あ、ダメか。ちょっと待って、来てたか。物覚えがいいんでしょうね。こう何気に、おいしょ。ゲームセンス高いなと。逃がさねえぜ。逃がさねえぜ。韓国アイドルのプロデューサーよ。いい感じが。ちょっとどっちも。来ました。吉田さんもね、そうなんですけども。なんか、最近の子はやはりこう、ゲームに慣れるのが早いなっていうか、飲み込みが早いなっていうか。感じれましたね。まあ、何よりそのデッドバイデイライトの面白いところを伝えられたのかな。そこがね私の一番のね心配事です。好きになってほしいからねこのゲームをね。
と残虐なことをやりながら行っちゃう。ちょ、何？デッドハードだとクリア。クリア。じゃじゃ、ごめん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 、あらららららららちょっと待って待って待って、このノブちゃん許せんな。ほい、危ない危ない、思わずケバブってしまったわ。あれは意図的ではないですからね。ノブちゃんをつつこうとしたらつつてしまったっていう。さ、バーベキューで見えております。バーベキュー&チリでね、見えている。いや、三河健一さんの見ましたけど面白かったね。ファイルな、デッドハード詰まってデッドハード詰まってるよ、うん、どうしようかな。あら、今ダメか。いっか、釣っちゃいましょう。で、教えてくれる人を募集されてましたけど、で、ベルガさん募集し、応募しないんですかみたいな感じで言われてて、で、私はですね、まあもちろん恐れ多いっていうのもあるんだけど、やっぱりこう、三河健一さんには、やっぱあのまま、あまり何も知らずに、デッドバイデイライトをもう2、3回はやってほしいなみたいな感じあります。やっぱりあの何も分かんない頃の楽しさみたいな、見てて楽しいっていうのがあるんだ。えい、なんともうちょっと何も分からずに、死んだら合唱する三河健一さんを見て、あれあれ、ここ壊れてる。あ、そうだ、のぶちゃん釣って壊れちゃったんだ。見たいですね、うん。さあ、見えてます。一人。バベチリで、チェック気味。あれ？救急車、のこのこと歩いていたね。そういうことだ。遠くからも引っ張っちゃうよ。一台もつけさせねえぞ。発電機を。奥に逃げましたかね。なんか声聞こえない？上上上残ってんだ。さすがにもう顔出してこないのか。いないか。やっぱ降りたかな。さあ、どうしようかな。いるね。足音をするね、上から。はい、こんばんは。残ってたようだね。はい、どっこいしょー。ああ、そうそう、ここは繋がらないでしょう。よいしょー。なんとなくね、降りてる時に適当に撃ってみました。回り込めるかな。無理っぽい。で、キラープレイをね、やってほしいなーって思うんですけども、その初心者の方とかにも三河健一さんもやってほしいなって思うんだけど、やっぱ最初やるとしたらやっぱハードル高いかなって私も思うんですよね。でもそれでもなんかこう挑戦して頑張ってる姿を見たいっていうね。そしてその頑張ってる姿が、いろんなキラープレイする人の、この後押しになるんじゃないかなって思うんですよね。お、こっち側か。やるね、いいフェイントだ。あれ、詰まっちゃったね。ここなんか妙な出っ張りあるとこあるんで、詰まるとこ、ことってあるんだよね。そしてね、声優の安本博樹さんとラジオをするんですけど、これ上げてる頃はもう終わってるかもしれないですけど、アーカイブは必ず残るんでね、見るなものに。それも逃がしゃしねえぜ。絶対面白い回になると思いますんで、ぜひチェックしてほしい。どこ行くんだい、どこ行くんだい。うん、捕らえちまったな、これは。なんか引っかかる、これ。
なので枝みたいなの引っかかった。オッケー、ちょ、いるじゃん、いるよ。微妙ずれてたね。さあここに吸ってあげましょう。はいよ。おっと、一人見えてますね。奥でやってる。で、右に逃げたドワイトはその辺にいるんでしょうね。バベチリで見えちゃってるからな。お、結構進んでるが、一台もまだ進んでいない。あいよ。一台も進んでねえぞ。奥行ったか。やるねえ。やるじゃねえか。さらに、さらに奥、オッケー。丘上から、射止めてみせよう。あら、いけなかったか。射止めたい。君のハートを射止めたい。そっちから入ったか。いや、もう、なかなか捉えるのが難しい。入ったな。あれ、あ、こっち側か。オッケー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 。ロッカー入ったかと思った。もう即釣ってバベチリちょっと見ましょうか。即釣っちゃいます。地下じゃなくてそこにしましょう。ちょっとめんどくさいんでね、地下。はい、見えないということは近いかロッカーに入ったか。ん？え、結構進んでるぞ。いるなこれ。結構近くいるな。この辺いるね。救いに行ったかな。ん？いや私絶対この辺まだいると思うんだよね。さすがに入ってないか。ん？あ、おっと？おっと？なんだなんだ？何のドーンだこれ。あー惜しい！治療をミスったのかなこれ。まあ普通に殴りまーす。よいしょ。これは捉えてみせる。うん、入っていったか。いい動きだ。やるなぁ。いいデッドハードだ。奥奥に行くよな。よっしゃ、綺麗に心臓を射止める。まあストライクかもしれないので先にドワイトを釣りましょう。久々に一台も進ませなかったですねこれ。やっぱデス3いいな。あれ、いたいた。おしゃれな帽子かぶっちゃって。あの奥に釣ってやろう。バベチリで見れるようにね。はい。うん、見えるね。あそこに非常口がバンと出ない限り、これは勝利したでしょう。はい。どうだ？全力投球で。発電機1台も進ませない。デス3おじさんプレイでございました。たまにはね、完封動画もあげようかなと思います。はいよ。お疲れ様。名プロデューサーよ。一応ね、韓国アイドルのプロデューサーという設定ですからね、あのキャラクターは。リー・ユンジンはね。はい、そのあれ実はおしゃれしてますこのね。デスおじさんもおしゃれしてます、よかったら評価の方どうぞよろしくお願いいたします。っていうか真新しい歯車2人いたのに1台も進めてないんだ。これすごくない？あの注射器もあんのに。あ、いいねこれは。それでは皆さんのよきゲームライフの方に乗っております。ベルクラでございました。お疲れ様です。
チャンネル登録、画面のボタンからベルマークを押すと動画更新時に通知がいきますので、チェックしてみてください。